私が少なくとも投資の世界で会ってきた人や、まあ、投資先の企業のまあ創業者たちと会ってきて思ったのは基本的にみんんななな決断が早いなといととうことなんですただ「えー、早い」っていうのは日本語の場合は一つなんですけど英語まあ一つというか漢字が違うんですけどいわゆる「アーリー」じゃなくて「クイック」っていうことが重要だと <laughs> 僕はあの、えー、認識してまして。 いわゆるディシオンが早いって言った時に早くやってあとは寝とくって話じゃなくてどこまでギリギリまで情報を集めたり引っ張って必要な時に一瞬にして決められるかっていうこの能力が高いというのがあの私が見てきたリーダーの成功した人たちの共通項かなというふうには思ってます。妄想力ととかがすすごい重要だと思うんですよで 僕は、ね、いつもあの投資の世界でリスクっていうのは何かって言われてるかというといわゆるボラティリティとかいわゆる想定外のことが起きることがリスクだって言われてるんですね。で想定外のことが起きるのがリスクだとすればリスクを減らす一番簡単な方法は何ですかって想定を広げればいいわけですよ。だから自分あのやってる人が想像力が大きければリスクはそれだけで下がるわけです。想像の範囲が広げれば広がるほど。なのでやっぱり想像するってことですねいろんなシナリオを。 一番大事なやっぱりどうやって好奇心を持つかっていうのは結構大事で,で例えばその会社にあの入った人に好奇心を育成するってなかなか難しいじゃないですかどんだけ指導してもなかなかその興味持たない人にも興味持たないしで好奇心持たなければその課題設定もできないしっていうのがあるんでその好奇心を持つためにはどうするかっていうので僕的に言うとなんか心がブルブルっと震えるっていう <laughs> あれなんですけどそれが要はもうどれだけあるのか要はあるのかっていうのは結構重要なのかなと思ってましてで好奇心って。 結構あの錆びついてくるんですよ。ほっとくともう結構目の輝きがなくなってきて、どんどんその常識みたいな錆がどんどんついてくるんですよ。だから結構好奇心を維持して向上させていくって、めっちゃ努力が必要なんじゃないのかなというふうに思ってるので。 どれだけ多くの仲間がいるかって、本当に社会人としてある意味全てじゃないかなと思ってて。なんか何やるにしても、まあ教えてくれたり、紹介してくれたり、でも何でもなくても、ただ支えてくれる仲間が。どれだけいるかっていうのが、まあビジネスマンとしての価値だし、人生を豊かにすることだと思うんですね。で、自分の反省を言うと、何かこう、この人と付き合ったら得するだろうと思って、付き合うと、大体何か。うまくいかなかったり、長続きしないんですね。でも、そういう損得なしにして、この人すごいなとか、この人と一緒にいたいな。 って思う人とだけ付き合ってると不思議なものでなんか10年ぐらいするとなんか仕事一緒にしたりとかなんかそう膨らんでいくんですよねちょっとリーダーとグローバルリーダーってまあ、グローバルリーダーっていうのはですねまあ、本当なんていうのかなすごい要するに世界をこうまたにかけて仕事しないといけないんでまず一つはみんなタフ時間とでこの間びっくりしたんですけどもこれまああの G のねインメルトさんって、まあまあ、世界こう回っても尺調十何年やってるんですけども、まあ、本当二24時間仕事してるとで飛行機プライベートジェットで移動するんですけどそこにあのジムの意識 <laughs> 運んでるとだから飛行機の中でもホテルでも体を動かしてるんですがそれぐらいなんとうかなもう精神と体使いまくってで会う人みんな握手しても,もうえパ 母のねもう。もう源みたいなような。人なんですね。ですから。本当。 体メンタルと体両方使わないとグローバルのですねリーダーやっていけないなと。リーダーっていうことで言うと自分がまあどっちかというともともとリーダータイプじゃないしリーダーになりたいと思ってやってきたわけでもないのであのそういう中で考えるのはあのリーダーっていう例えば会社で言うとトップっていうイメージになっちゃうんですけどそれぞれのその下の部,に部も課もね長ってのはいてみんなリーダーなんですよ。そういうういいこととで言うと、まあ、リーダーダにもいろんな 同じ組織の中にもたくさんのリーダーがいる組織が強いわけで,でリーダーの、えーまあ、属性としては僕は2つあるかなと思って1つつはは共感を生むタイプのリリーーーーダダともう1つは説明でできるリーダーなんですよこれ2つ兼ね備えるのがベストに決まってるんだけども必ずしも私が見てきた世界のリーダーでどっちも兼ね備えてるといのは極めてまれでしてで逆に言うとトップがあの共感を呼ぶようなタイプであればその下のまあ 副社長だの、えー、と役員あたりが説明がうまい人たちをつければうまい組織になるその自分がどっちのタイプなのかあの共感とかそういう、まあ、フィールとかいうかそういうもので引っ張っていくタイプなのか説明して分かってもらってロジックで引っ張っていくタイプかのかっていうのを自分で見極めてどっちかだったらあの自分がリーダーになれるっていうことを考えながら過ごしていくといいんじゃないかな。まあ皆さんこうぜひ社会の中でリーダーダシップを 発揮してリーダーシップというのは別に社長になりなさいということじゃなくてそれぞれの分野でほ他の人をインスパイアして動かせるような人間になっていただければと思います。じゃあ最後に3人の素晴らしいパネリストに拍手をお送りしてください。